やあ、すごいね。ここまでたどり着いた人間は初めてじゃないかな。千年間で初。人、絶対違う。おっと、逃げなくていい、逃げなくていい。殺すつもりはないって。彼女が逃げたのもわかる。明らかに今までの化け物よりも。彼女を話しなさい。あなたは何者ですか？天仙様だ。福寿君。彼が、あの。この島は命の実験場だから、君や他の奴らも皆、そして島に来る人間たちは、差し詰め研究材料。こいつらは教師。僕が人間で作ったんだ。いじるのが好きでさ、ついついこうして遊んじゃう。なんか笑えるだろう。君らの旅路は終わり。おとなしく僕についておいでよ。いろいろいじくってみたいから。忍法変わり身。どんな化け物でもこれだけあれば死ぬでしょ。切り替えて、今走る。あ、はい。いい女だ、素質があるよ。でも惜しいな。教師は手下じゃない。ほら、笑えただろ。避けたか。目がいいね。というより君、タオが見えてるだろう。タオって単語は初耳だけどね。私の古巣じゃ切って言ってたし。他の二人も素質はありそうだけど、その程度なら別にいいや。忍びの君、タオの扱い方を僕が教えよう。才能があれば防虫術か。良質な胆になれ。センタ殿が刀を抜くなんて、ましてや特別な思い入れがあるのかしら。忍びの子以外興味ないから、ちょっとどいてて。サギリン、ほっときなよ。あんなの今のは遠当て。君にはもっと基礎から覚えてほしい。お、あれ、邪魔するなよデブ。僕に話を通せと言ったはずです。何しても死なないってんなら、ありったけ試してあげる。忍法免死。飲んだ薬物を体内で代謝して分泌する私の忍術。これは妖怪性の蛇毒。忍法蜜蝋からの忍法仙山光。君のそれ、やっぱりタオの応用だね。毒液を代謝してる時点で常人じゃないし。でもただ曖昧に扱ってるだけ。もっと練り方を学んだ方がいい。目さえ作らせなければ正気を探れます。なるほど、いいよ。じゃあこのままやってみようか。センタ、邪魔だって。ゆずり破綻こそ。タオは感覚。衣のようにまとうことで、あらゆる方向から感じ取れる。使いこなせなければ所詮人の領域。僕らには遠く及ばない。さて、蓬莱にようこそ。じゃあそろそろデブ殺して。おっと、立ち直りが早いね。でも君じゃ何もできない。タオの量が涙もの。相手は動きを、意思を読みます。はい、でも意思のない軌道ならば。そのまま丹田を切り裂けろ。言い伝えでは、タオは丹田から生み出され、全身を巡り再び丹田に戻る。惜しいけど君じゃ無理だってば。まずもってタオの総量が少ないよ。それじゃどこ切ったって再生しちゃうよ。近づいて確信しました。やはり同じでしたか。やはり動きは読まれる。なんだ今のは。タオの大きさは精神に左右されるが、瞬間的に発揮するタイプか。だが重要なのはそこじゃない。この女、まさか。ユズリハさん、分かってる。あの傷、再生してない。あれがタオであるなら
私はその切り方を知っています。ガビマルにも同じ気配を感じる時があるから。あるいは備前のダイダラボッチ。天線が再生できない理由。ここは私に任せてください。珍しい類のタオ、しかも僕にとっては毒か。最高だ。宝術土の戸の井夜景。消えたんじゃない。タオを極限まで薄めて認識できなくさせたのよ。私の代わり身と同じからくり。今のうちに切って。心生と道、その両立に。教師、忍びの女を殺せ。ありがとう戦闘。連携ですから。連携連携。立ち筋は読めるし、一呼吸間があって避けやすいよ。この呼吸消耗が激しい。体が持たない。なかなかいい連携じゃないか。今なら。甘いな。飛んだ。土の絵のいい空景。待機中の塔に干渉し操れば宙に足場も作れる。まあ確かに仕組みを知らぬ者からすれば神に等しいかもね。これもタオの応用戦術。鈴刺し。こんなのもう手に負えませんよ。センタ殿。視界がぼやける。あの呼吸法は体力以外の何かを奪う。諦めんのはまだ早いよ。先に敵さんもこれ焦りの裏返しだと思うし、多分タオには相性があって、サギリンはあいつにとって弱点なんだよ。神じゃない。なら殺せる。私が動きを止めるから、サギリン切って。こんなところで死ぬ気ないし、マジないし。無駄だって。ゆずりほ。避けないの？死ぬよ。降りてこいよ神気取り。私の人生を邪魔する奴はぶっ殺す。本物の神でもぶっ殺す。先に今。はい。鬱陶しいな、あの女。さすがユースリハさんです。これなら再生関係なく動けないでしょう。まさか一緒に切られる気。皮一枚でお願いしますよ。サギリさん、お任せください。動かないね。思ってた通り弱点だったんじゃない。賭けでしたが、二人の勝利ね。僕はこんな化け物が他に6人もいるなんて。この異様な疲労は何。天仙様は本当にあんなにあっさり倒せたの。あら、私たちはどうすれば。どうにかするしかないでしょう。ああ、お肌パサパサになっちった。つうかこれ全部金じゃん。たくましいな、ゆずりはさん。彼女に何か思い入れがあるようですね。まあ、あの自由さが羨ましいとは思います。彼女に出会い、その全てを見透かしたような目や残虐で冷酷な振る舞いの数々にも困惑しました。それなのになぜでしょう。自分に嘘をつき続けてきた僕には、他人にしか嘘をつかない彼女の姿が、自由で眩しくて胸が詰まるほど羨ましいんだ。ねえ、これこんなに花咲いてたっけ。